撃。デビスカルノさん、ね、デビ夫人いたんですよ、パーキングのところに。パーキングでなんかね電話してるんですよ、業者の人と。すごい形相でね、で私デビスカルノでございますのよ言って、私デビスカルノでございますのよ、インドネシアのね、あの元大統領の第三夫人でございますのよ言って、あのね、私が止めてたね鈴木のラパンがね丸ごとないのでございますのよ言って、いや鈴木のラパン、私が乗ったやつも丸ごとね、あの窃盗されてるのでございますのよ、デビスカルノでございますのよ言って、いやだからもうごとでございますのよ、ごと車ごとでございますのよって言ってるんですよ。そんなねボンネットだけ持っていかれたみたいなことないでしょ、ごとでございますのよ、ごとで。車はね持っていかれるときはいつだってごとなのでございますのよ、私デビスカルノでございますのよ言って、もう なんか言うたびにデビスカルノでございますのよ言うて言うんですけどね、言うたびにね、なんか一言言い終わるたびにね、なんかみたいなね、なんか顔がね上に引っ張られるっていう顔してました、私デビスカルノでございますのよみたいな、なんやねあれ、びっくりしましたわ、怖かったわ。おお、また目撃者で言いますね、ありがとうございました。目撃、小田裕二さんですよ。さっきそこにいました小田裕二さんが、あの子供たちが4人ぐらいいる小学生の子がいるところに小田裕二さん入っていきまして、みんなごめん、モグラ叩きできるゲームセンターって知ってるって聞くんですよ。子供がモグラ叩き、あのモグラをこうハンマーでトンカチでこう叩くゲーム、あワニの、ワニじゃないよそれ、ワニワニパニックでしょ、一緒だよって言ってるんですよ、ゲーム的には一緒だよって。全然違うよ、だってモグラは 土から出てくるじゃん、下から、だからこうハンマーで叩くっていうのが絵が浮かぶんだよ。でも川辺にいるワニはさ、なんで叩くのって絵が浮かばないのよ、スッと来ないのよ、気持ちの整理がつかないのよ、ワニを叩くって。しかもさ、モグラだったらハンマーで叩くっていうのが絵が浮かぶんだよ、スッと。ワニは何で叩きゃいいのよ、道具が思い浮かばないんだよ、絵が浮かばないから。そもそもワニを叩くっていうのもおかしいじゃん、だってじっとしてるんだよ川辺で。そのワニを叩く道具は何なの、俺全然絵が浮かばないんだ、ワニは。全然ワニワニパニックとは違うよって言って、子供たち怖かったんでしょうね、徐々に逃げていってました、分からんようにゆっくり移動していってましたね。いやー怖いですね。ということでまた目撃したら言いますね、あらした。チャンネル登録、道場破り、よろしくお願いいたします。いや、高評価のこと道場破りって言ってんじゃねえよ。